今日はねリベンジ調子です。ここ福島県なんですけど、実はね7月に一度入ったのね。なんだけどもう気温が早くから上がりすぎたのか、完全にこう夏枯れ状態のようになってて、まあいいサイズは釣ったんだけど、プラグでね、うん、1本で終わっちゃったのよ。であとまあちっちゃいのが友達も含めて 2,3 匹チラチラっていう感じで、前回の福島はねちょっともう完全的に消化不良だったので、ということでね今日はね12月の3日まあ完全に シーズンインしたっていう言い方とはちょっと違うのね、こう東北はね、これが西日本だと島根県とか広島県だといわゆる12月がこうシーズンインってことなんだけど、東北の方はね9月ぐらいからずっと釣れてんのよ実は。まあまあそれでもね11月の半ばからもうガーッとこうピークがやってきて、いわゆる産卵接岸したやつもプリのやつもアフターのやつもこう入り混じってるようなのが今のこの12月上旬の状態で、まあこの時期だったらね福島県の、いいメバリングがね見せれるんじゃないかということで、リベンジ直行です。はい、ということで前回のまあ反省点も踏まえつつ、今日はねここのポイントこんな感じで、でも堤防なんだけどこうテトラがあって、ここからテトラ切れてさーっと海がね、はい、こういうだだっ広い海に向かって、このテトラの近くから釣ります。テトラの上には乗らない僕はあんまり好きじゃないんで、こう平たいとこから釣ります。で明かりがない夜になったら真っ暗な場所を踏まえて、とりあえずメバルプラッキングの全てなので、まずはプラグからこういうふうに今日は用意してきてます。まあ、前回このポイントでいいサイズをひねり出したのがこの SPM ですね。 SPM の75、うん、これがまあ水平フォールなのでフォール遅いんだけど、まあまあウエイトがあるので10メーター15メーターボトムへスローに落とし込んでいってスローかなと。で今回ね前回ねできなかったことをやりたいのがこう、まあ、例えばミニマルだとかこういうリッチスリムとかね、それからリッチの 60SS とかさ、うん、この辺を使って浮いてるメバル釣りたいなと思ってるんですよ。前回はねやっぱ夏の水温で表水温が高かったせいか全く浮いてなくて、 SPM75 でねボトムでようやく1匹かけたぐらいの状態だったんだけど、地元のね後紹介しますけど佐藤君の話ではもう浮いてると、浮いてる個体も結構いると、12月ね11月ぐらいからということで、今日は浮いてる個体も狙うという意味でいろいろ持ってきてます。はい、で浮いてない時は SPM もなんだけどもっと深いところを攻めたいので、こういう小型のバイブレーションですね、うん、これはまあレンジバイブの、外れませんレンジバイブの 45ES エクストラシンキングね。でこっちが5045と50のこれはね、TGタングステンシンカーが入ってた早く沈むやつ、50の方がタングステン、45の方は普通のエキストラシンキング。まあこの辺もねメバルよく釣れるルアーなので、ボトムについてたらこういうのも駆使しようかなと。まあ何せ僕自身ねまだここで1匹しか釣ったことがないので様子が分かんないですよ。はい、でまたボトムはこっちも用意してます、メタル系。プラッキングの全てと言いながら実は僕が皆さんにしっかり理解していただきたいのはハードルワーの釣りってことプラグだけじゃないね、プラグじゃ攻めれない場所もあるので、沖 50m、70m 沖合の 15m、20m ボトムも多分あるはずなのでそこもねちょっとチェックしたいのよ。なのでバイスライダーの 7g10g、シーライドミニの 3g、6g、この辺りね。それからまあ B バイブでバイスライダー、これちょっと出番があるかどうか分かんないけど、
まあ、スミスさんの缶釣り用のボトムノックスイマー、この辺がまあボトム系だね。あと本当に浮いてくれてれば、本当に浮いてくれてればやっぱトップ使いたいよね。まあおなじみザラパピ、タイニートピードメバルカスタムチューン、ね、ちっちゃいペラを15ミリのペラに付け替えて、ヒートも細いものに打ち替えて、フック交換もしやすいように、リングを開催させてるんです。ここら辺使いたいし、あとねこれがね面白い釣りができるのよ。これペンシルなんだけど、ザラパピーなんかはねもう完全に浮力があって水面にこう浮いてて、巻いても水面の上をこうスケーティングしてくるだけなの、このペンシルは。でもこの CB70 ドリフト、こいつはねリップも何にもないよ。でフローティングなの、浮くんだけど巻くとねこんくらい潜るんだよ。この指が水面だと思って水面下ね1センチ下とかね潜ってスーッと来てくれるの、ちょいと潜らせてドリフトさせたり、ちょいと潜らせてゆっくり引いたり、これがね素晴らしく活躍する場面がねやっぱりあるので、ここの海で通用するかどうかわかんないんだけど、気配があったらこういうものね、も出していきたいなと思ってます。まああとはやってみてってとこだよね。はい、暗くなるの待ったか。次はタックルなんだけど、今日はねあの、全部インクスレーベルの竿だけでやります。3本。まずは、6フィート台のスピニングロッド、まあプロトなんで完成形じゃないんですけど、 かなりこう細いんだけど張りの強い、まあ、パッツン系に近い竿、チューブラーのワンピースで、6.4 フィートですね。64サンプルモデルです。まあ、こういうストレートグリップでコルクで、これに、フロルの、ブリーレンフロルの 0.85 4ポンドセットしてます。多分ね4ポンドじゃやばいです、ここの海は。まともなサイズが来ると4ポンドじゃねちょっと厳しいので、まあこれは浮き物の レギュラーサイズ、ここのレギュラーサイズ27、8なんでを相手にちょっと遊んでみようかなと。だから本命竿はこっちの7フィートの方の竿ね、7.3 フィート。まあ今これプロとセパレートグリッドにグリップにしてるんだけど、完成品はおそらくコルクのストレート、さっきの、こういうコスメになるだろうと。使いやすいんですよストレートグリップね。もう一回ちょっと皆さん見直してほしい、素晴らしくいいバランスができる。で6フィートよりもやっぱり強いバットで、7.3 フィート。まあ基本的にこういう SPM75 あたりを中心に展開、ラインが四つ編みさんのところのリアルテシテックスの 0.35 8ポンド強度ぐらいあるからね。8ポンドあれば大抵取れちゃうので、メバルはね粗い袖やるときは、0.35 じゃない 0.65 使う僕は。でもここはまあ堤防であのガチャガチャしたものがないので 0.35 で十分だろうということでね、ちょっと細めの PE を入れてます。でなおかつ これでも勝負にならないくらいでかいのがこうヒットするような状態だったらもうベイトいきます。これはもう全然強い、もうバスロッドに近いくらいのね、バスロッドのあのベイトフィネスの竿よりもうちょい強いくらいで、PE のこっちは 0.65 入れてますから、だからリーダーもフロールの3号とか4号でね、あの強引なファイトができるようなセッティング、この3本でいってみます。はい、はい、OK です。
今日はね、現場サポートしてくれる佐藤くんです、インクスレベルのいろんなタックルのね、竿とかルアーとかのモニターを、してもらいつつ、この福島のね、はい、いろんなポイントを案内してもらう佐藤くんです。よろしくです。佐藤です。よろしくお願いします。はい、どんな感じ、ここのとこ。そうですね、水温も随分落ちてきて15度台ぐらいで推移して、うん、まあ、15度ね。そうですね、で15度ぐらいで安定してる状況で、随分魚も上ずってて、まあ、プラグミノーとか新片とかでも、上でも随分食う状態で、なるほどなるほど。サイズも結構狙えるで、今だとまあ年間通してでもかなりいい時期じゃないかなって思います。なるほどなるほど。さあ、はい、佐藤君もう本当にシャクメバルをもう見けたつってる男なのよね、実はね。覚えてないですよ、実は。あんまりもう覚えてないですね。もう見けたぐらいまで覚えてるけど、それ以上覚えてないよね。そうですね。もう100は楽に超えてるってことだよね。100は少なくとも超えてると思いますね。すごい。の、はい、ワームとプラグハードルアーの比率、何割ぐらい、はい、正直なとこ、過去で。そうですね、過去で言ったら、ワームがだいたい9ぐらい。90%、はい、でプラキングがまあ1ぐらいだろうと思いますね。その辺ってさ、まあ、正直はっきり聞くけど、はい、やっぱりワームの方が釣りやすいとか釣れるとかいうイメージ。まあやっぱりそう思ってましたね。思ってましただよね、はい、ましたってことはちょっと意識変わった。ああ、変わりましたね。なんで？少なくともレオンさんとやっぱりやって。まあね、水深のボトムからね、 SPM でね、 SPM75 で、うん、サイズ出ちゃうのを見ちゃったら、まあ、それは誰でもね、あれ面白かったでしょ。可能性はやっぱ感じますね。この画像ですよ、この画像。この動画 SPM75 で、はい。さて、いい時間帯になってきました。うん、薄ぼんやりと。早速始めてみます。先発は SPM75。先発はというよりね、足場が高いし、明かりがないし、まあ地元の人に聞いてもね、メバルが浮くってことがほとんどないんだって、ここ。なので、シンキングペンシルでね、ちょっと深いところから攻めてみましょう。よし、じゃあ1投目。今軽くキャストしたので35メーターぐらいかな、飛距離が。この堤防際からね、そうだな、目測で15メーター、20メーター先くらいにブレークがあって、ちょっとそこがね、2メーターぐらいぐっと深くなってるんですよ。その肩にね、どうやらつくらしい。で、ボトムまで10メーター以上。かなり落とし込んで釣るようになります。よし、ちょっとしゃくりを入れて、ん、あ、いきなり何か食ったぞ。あ、いきなり食ったよ。一投目で食った、一投目で、一投目で食った。おお、そこそこいいんじゃないこれ。おお、踏ん張る踏ん張る。よし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 。マジかマジか。よし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 。おお、でかいでかい、いきなり来た。シャックはいってないが、いいメバルだこれ。 SPM5、 あー、持てない持てない、下をヒットだ。よいしょ、すごいよ。あー、たたたたたた、これいきなり出た、1投目で。すごい。なんてこった、オリーブ。あ、佐藤さんも釣った。地元の方も、ここカメラの前来てください、ここへ。ここへ、横、この左横に並んで。僕1投目。クロソイで。クロソイ。うわー、いきなり切った、ほら。すげえ、尺あるんじゃないですか。尺ないでしょ。ちょっと足りない、ちょっと足りないぐらい。うん、28.5 ですね。わあ、いいよ、1投目上出来だよ。福島メバル、白、これ。白ですね、白っぽいね。いや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 、はい。ということでね、はい、何メートルあるっけ、そこ。そ
こ大体そこで15メーター15メーターだね、はい、もう僕多分 VTR の中で言ってんだよね、はい、ここは15メーター入れました、はい、そんな感じだった、うん、だからああいうプラグをそのシンキングプラグを15メーターそこ落とし込んでワンアクションツーアクションでいきなりドーンって1投目で来ちゃったわけなんだけど、はい、観念にないよね。ないですね。なかったと思う、はい、多分ね。昼間あのレオンさんからお話いただいてて、うん、いやできるのかなと思ってたら本当に1投目でやってね、もうびっくりしちゃいましたね。そっから変わった、はい、まあ、まさに釣れるんだっていう。そうですね。でそれ以降もその自分でいろんなものを使ってやってみたってこと。そうですね。今シーズンは、はいはい、でボコ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 ですね。まあ一番いいのだと SPM ね、55ですけど、うん、36センチか 36? はい、SPM55 で SPM55、36センチですね。それって正直自分のプラッキングメバルの記録業記録ですね。まあ、当然そうですね。うわ、いい年になったねじゃん。はい、ありがとうございます。よかったよかった。こうやってね、あの尺メバル100匹釣ってる人でも 90% はワームだったと。理由はやっぱりワームの方がよく釣れるという、まあ、一種の思い込み。ところがプラグで目の前で釣られると誰しも火がつくよね、うんうん、でやってみたら釣れる、うん、ではっきり言って面白さはどうよ。もう全然あのね、かけるっていう意味では本当にもうなんていうんですかね、かけてやったっていうその仕留めた感じがあるよね、うん、かけた楽しさがやっぱり、うん、半端じゃないよね、うんうん、でいろんな種類があるから そうですね、それをうまくこうパズルをはめ込めた時の面白さっていうのがね、うん、プラグゲームの魅力やと思うんで、ということであの一人で釣りまくってるんで今日はね、あの今カメラ回してもらってるのは地球さんだから地球さんと僕はしっかり釣らせてもらいましょうね。地球さん、はい、はい、カメラうんうんとやるそうです。じゃあ頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。さてだいぶ薄暗くなってきたんでぼつぼつ始めますけど、まあ僕はあの言うまずめはね、瀬戸内でも一緒なんだけど、まずはメタルジグからです。見えるかな、バイスライダー 7g。 まあまずめはね、まあメタルジグで素早くサーチみたいな感じで、活性の高いやつがいればバーンと食ってくれるの で特にここはあの水深がね 10m、15m と割合深いので、まあ、あのしっかり暗くなってメバルがねある程度浮き加減になるまでは少し、まあ、釣るというよりこうチェックの意味も含めてメタルジグでねそこを打ってみます。ね、朝まずめ、夕まずめはね、メタルジグ投げた方がいいよ、みんな。あのメバルに限らず、朝まずめ、夕まずめね、結構活性が上がる魚がいるので、まあ、狙い目の魚じゃなくても、ゲストでね、美味しいものが釣れたりするので、これおすすめです。で、こういうのを繰り返しておくとさ、あのメタルジグが苦手な人でも、あ、魚釣れるじゃんってね、必ずあの地震に結びついていくので、檻に触れてまずめはメタルジグみたいなね、どこかでこう自分で癖をつけておくと、こういうね、あの苦手なリグも使えるようにだんだんなっていくんです。はい、着底。まあバイスライダーなんでリフトしてフリーで落とす、リフトしてフリーで落とす、投げてリフトしてフリーで落とすから、バックスライドするとはいえだんだん手前に寄ってくるので当然ラインスラックできちゃうから、余りを取ってまたリフトしてフリーで落とす、シュッシュッで、スラックが大きくなってきたらまたリーディングでちょっと回収する。もうここでボトムだからね、もう出過ぎてるからスラック取ってリフトして落とす、スイースイーパクッって感じ。あのこういうそのマッ
暗くなる寸前に釣れることが多いのね、メバルも。でそういうやつってあの完全に何て言ったらいいかな、そのプライムタイムのフィーディングに入ってきてるやつなんでね、メタルジグなんかでもね割合簡単にズコーンと食ってきたりするんで、やってると時々スーパーな美味しい思いができる。ウィードがかなり生えてるね。ちょっとウィードスタック引っかかったのを今さっき外したんだけど、もうにゴツゴツゴツっと当たりながらジグが抜けてきてる感覚があるんで、よし、あ、もっか魚かどっちか分かんないぞ引かないから魚でもメバルじゃないか、なんだこれ、カサゴかな、ん、これはなんだ、これはこれはなんだ、おお、これメバルじゃないか、ちっちゃいけど、ほらマズメ釣れるじゃん、さっき明るいうち全然釣れなかったのに、ユーマズメメタルジグで。福島はね白メバルなのよほとんど、これもこの白いいじゃん、幸先いいよ、サイズじゃないからね、やっぱりあのちゃんと活性が上がってね、メタルジグで 7g だよこれ、釣れるじゃんってところをとりあえず一発目見てもらった。おお、ういいやつ、ういいやつ、よっしゃいいね一投目から、よしよしよし、まあ今のあの足元のウィードの間についてるこうイツキのチビちゃんなんだよね。だんだん暗くなるほどに沖合からでかいやつがこうシャローへ上がってきたような感じで食ってくると思う。でそこでそこそこのサイズが釣れ出すと、条件が良ければそれがどん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 上ずってきて、水面直下で釣れてくれたら最高だよね。メバリングアジングでねメタルジグを使わない人多いけどね、結構釣れるのよメタルジグって。このバイスライダーの場合はまあバックスライドが得意だから大きく持ち上げて落としたりしてるけど、センターバランスのね、ジグなんかだとこうジグヘッドで軽くワインドかけるようなタッチ、こうチョン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 でテンションフォール、例えば爆長ジグとかあのブルーブルーのシーライドミニとかねはこういうチョン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 からテンションフォールで釣った方がいい場面もある。バイスライダーもそのままそういう使い方もできるし、まあお得意のバックスライドね、こういうロングストロークのリフト&フォール、まあレンジをこう幅広く刻めるよねバイスライダーの場合は。でスーッと持ち上がってひら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 スーッと持ち上がってヒューっていう、すごいあの小魚チックな動きをしてくれるので、ベイトが小魚の時は素晴らしく有効なルアーズ。よし、あ、藻が引っかかっちゃってるよこれ。魚じゃないよ。ん？魚か？ちっちゃいのか。ものすごい遠くでく、なんか魚なのかこれ。東北ですよ。釣れる魚がこれ。どんこ釣れちゃった。
なんかおかしいなと思ったら、どんこが食ってます。はい、どんこです。あ、なんかグエグエって言ってるよ。参ったな。全然引かないから分かんねえって。よいしょ、はい。風でキャスト位置よりだいぶ右に押し流されてるね。ラインもかなり頼んでるだろうから、一辺テンションかけてまっすぐしてやって、もう一度放出。今ね、少し左後ろから右前方へ風が吹き抜けてるんで、正面打ったつもりがもう右45度ぐらいのところへリグが行っちゃって、少し背中向けて釣るようになるけど、ごめんね、見えにくいかな。どんこが先に食ってくるようじゃダメだね。メバルが入ってない、ボトムに。多分大きなメバルいたらどんこなんか蹴散らすからね。あーし、来た。おお、でかいでかいでかい。よし、ドラゴンが滑る。来たよ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。よし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 、来た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 。いいぞいいぞ。来たぞー。やっぱりあのドンコがいた付近にいたのか。よっしゃ、よし、浮かない浮かない、見えねえよ。見えた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 。よいしょ。おー、でかい。なんだこれ、メバルじゃないのか。いや、抜けるかな。うわ、これ重たい、これ重たい。よいしょ。うう、なんと、まあ、でっけえもんが来てしまった。メバルじゃないよ。なんだこりゃ、黒添えだ。強いな、この竿。うう、黒添え出た。いいサイズだよ。ちょっと待ってくれ。うわ、いやー、35アップメバル来たかと思ったら、これでかい。え、紫添え。もう正面眩しくて全然見えないんだ俺。あ、紫添えか。いや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 、ドラグ出されたよ、ジージー。楽勝30センチあるぞ。いやー、いいじゃん、でかいじゃないの。あー、メバルが釣れてほしいんだけど、とりあえずいい獲物取ったぞ。ね、寝魚好きの僕にはたまりません、こういう個体は。これでも佐藤君、メバルがいたらメバル先食ってくるよな、普通。そうですね、絶対的にメバルの方がスピードがあるもんね、クロソイよりも。あ、ムラソイか。こいつはもう完全な寝魚だから、羽上げては落としてんだから、メバルがいたらね、メバルが先食うはずなんで、メバルがまだちょっと入ってない感じだな。よし、よしよしよし、竿頑張ったよ。仮称、仮の名前なんだけど、73B テスラ、73B テスラ、 B の 0.35 リーダーが 1.755。 ちょっとね、根にあのガーッと持ってかれたので強引にリフトして、抜き上げでちょっとビビったんだけど、大丈夫だね。やばかったね、これリーダー噛まれてるから。これ、うわ、もうザラザラ。危ない危ない。よし、皆さん、これが東北のメバルです。違うか。
よし、ありがとう。じゃあ写真お願いします。いや、ちょっとしびれたね、ウエイトに。結構足元高いし、海面から抜くときに切れるかと思っちゃったよ。玉網持ってきてないし。うん、メバルじゃなかったの惜しい。今のがメバルだったらもう今日のロケは済んでたぐらいのサイズなんだけど、惜しいな。うん、でもこの73十分戦えるね。34、5センチくらいまでだったら十分戦える。あの磯の荒根でない限りやれるやれる。自信ついたぞ。まあ、普通のそうね、ミニマル50とか65クラスから普通にキャストできてね。メタルジグも 10g くらいまでは扱える竿なんで、かなり広範囲に使えるよね。で、あのまあちょうどいい硬さっていうのかな、柔らかすぎず硬すぎず、プラグの操作性をかなり意識して、ね、あの作ってる竿なんで、それで応用範囲も広いです。プラグメインなんだけど、メタルジグもジグヘッドもかなり高次元で扱えるって。やっぱりあれだな、フルキャストしてブレークの向こうのこう駆け下ったボトムでどうもドンコも当たったし、今のムラソじゃなくて今のクロセだったんだけどね、あの明るいところでよく見たら。ドンコもクロソイも同じゾーンにいたってことは、そこら辺に餌が結局豊富なんだろうと思う。だからメバルも釣れるとしたら多分同じとこで、同じっていうのはそのこの足元からキャストした距離の話ね。海底がこうグッグッグッと駆け下がって、一段下のフラットになったところの継ぎ目あたりなイメージなのね、今僕が投げてみて思うのに。そこで食ってる。平らなとこから釣ってたんだけど、まあ、クロソイとドンコが釣れたまあ、まあ、なかなかメバルがね、あの釣れなくて、まあ、つき場が違うだろうなということで、テトラでね、降りました。だいぶこう中ほどなんですけど、でそこからまた直角になって大きいテトラが出てるので、ちょうどこうコーナー部分で風が僕の右後方から今正面向かって軽く吹いてるので、餌もまあこの辺溜まりやすいかなということでね、本来やりたくないテトラでやってみます。ルアーは SPM75 のまま、うん、とりあえずこれで様子見てみましょう。よし、ここにはいるかな。いい感じではあるけどね。よし、まあ、ここテトラに囲まれてるので、あの割合浮き気味になりそうなエリアなんで、とりあえずは着水からのただ巻きでサーチしましょう。ガツンといいヒット欲しいね、そろそろ。クロソイじゃないやつ。浮いてくれてりゃ楽なんだけどね。
カラーはイエローダイヤモンド。このカラーが合ってるかどうかは分かんない。このテトラギは沈みテトラの横とか下とかでね、あの上を通過する小魚を狙ってるようなやつは結構でかいやつがいたりするから、あし、テトラの、うう、危ない危ない、テトラのキワキワまで丁寧に引く必要があるんだよね、こういうところは。扇状に探りながら、そこ目の前に沈んでるな、岩が。これはコースが悪い。もっとオープンの塔か。美味しかった。あー、でバカでっかくないけど食ったぞ深いじゃないか、レンジが。粘るかな。シュ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 、おいしょ。あ、思ったよりでかい竿がパワーがあるからサイズが分かんねえという。深かったぞ、一つ見えたぞ。深いとこいたよ。うわ、すごいかかり方してる。怖い。あ、危ない危ない危ない。やめろ。よし。よし。はあ、まともなの取った。やっと。まあまあいいサイズが来た。28。うん、いやちょっと苦戦したけど、あのやっぱりこのテトラ、このテトラがこう平行にあって、向こうにこう直角の方向に出たテトラがあって、こう角っこになってるのね。そこの沖合のボトム付近まで沈めたら、で SPM をパンパンと跳ね上げて、ヒラヒラヒラというフォールでコツンと食ってくれた。よし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 、よし、痛い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 。サンキューサンキュー、君ありがとう、ありがとうありがとう。おっと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 、今ねメジャー当てて測ってもらったらね、ぴったり30だった。口閉じで30、立派な尺目バレでした。28ぐらいかと思った、あの寄せるときに結構楽に乗ってきたから。やった、尺目バレありがとうありがとう。よし、ほんじゃまた元気でね。ほい、よしよしって。さあ、柳の下にメバルが2匹いるかいるのかいないのか。なかなかプラグでシャクメバルの動画って見たことないでしょ、皆さん。ねえ、釣れるんですよ。まあ、いるとこ行かなきゃダメだよ。まあ、瀬戸内でもミニマルでね、何本か僕釣ってるし。うん。でも、なかなか映像でね、
捉えるって本当に、ああ今当たったよ、フォール中にコッってきて惜しいな今の。喋ってちゃいかん、釣らなきゃいかん。よし、食った、よし、食った、よし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 、ゴリ巻き、ゴリ巻き、テトラが怖い。よし、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 浮いた。これは尺はない。よいしょ、お、尺はないけど、いいメバル。おい、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 何回も当たってきてたぞ。よっ、ほい。これは23ぐらいだ。うん、よしよし、もう100釣っちゃってるからね。さらに大きいのを釣りたい。これはとっととお帰りいただいて、次行きますよ。次、今ね、最初にコーンと当たったやつの方が僕でかいと思う、この子よりか。はい、でもありがとう。よし、はい、お帰りやす。ちょっとね、違うロケーションで、また足場のいいところで、今度はあの左手じゃなくて右手にテトラがあって、ここはあのか、さっきいた場所とは90度の方向、さっきいた場所はこう平行ね、今はそこからこう伸びた沖に突き出たところで、風がね正面から吹いてるので、当然風当たりがいいから餌が溜まって、ここのメバルだったら浮いててもおかしくないなということで移動してきてます。でタックルもベイトにして、まずはこのミニマル6号で表層のね巻きからチェックしてみます。よし、マットグリーンでベリーに少し夜光の薄いラインを入れてあるカラーなんだけど、このミニマルのマットグリーンってね、実は闇場所にすごく強いのよ。うん、暗いところへ黒い色だから、みんなあの闇場で使えないんだけど、実はミニマルのこのマットグリーン、ダークグリーンは闇場所用です。持ってたら使ってみて、闇場所で。俺は瀬戸内でもね、ずいぶんいろんな人が闇場所でめちゃくちゃ釣れますっつって報告もらってるし、僕自身そう思って作ったからね、聞くんですよ。風がうまく右から左に流れてるから、ちょっとウィンドドリフトさせてみようか。しっかりラインを P ラインなので水に入れてなじましてやって、それからです、アクションかけるのは。 P ラインがね、ふわーっとこう吹かれたままやっちゃダメだからね、絶対食わないから。だから一旦ラインを水中に入れてやって、でカウントダウンさせていく。よし、食った。フォール中に食いました。いい、いいぞ、こりゃ。ウィンドドリフトで。あ、バレた。あ、くそー、バレた。なんだよ。今のね、フルキャストして、風がこう吹いてるから、Pラインがこう、たわんでるよね。それを巻いて水へ突っ込んで出して、やっぱり風が当たってるから、あのミニマルがこうゆっくり流れてるやつでガンと食ってきたって。だからレンジは浅いところにいるね。ちょっと食い込みが浅いって。
再現性あるか。巻いてラインを張ってミニマルがフォールしていって P ラインがしっかり水の中に入って、馴染んだところから張ると、よし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 、完全にドリフトで食ってるよこれ。よしよし、こりゃいいぞよしよしよし、これでかいな、これベイトタックでパワーがあるのに、お頼むよ、切れるな、よしよしよし、いったいったいった、変なもんが釣れたいやー、メバルじゃない、クロソイだ、またクロソイ釣れちゃったよこれ。浮いてるよ佐藤くん、浮いてるよクロソイ、水面直下やったよこれ、いいかサイズで尺は楽に超えてるよこれ。さっきの太かったけど、痩せてるけど36超えいっぱいいるね、クロソイだよ、浮いてるねクロソイが、全部クロソイだったりして、メバルじゃなかったりして、いや楽しい楽しい、全然メバルでなくちゃダメなんてことはないからね、僕自身は。おお、痩せてるけどあんまり餌食ってないよこの子。よし、春4月5月の瀬戸内来た、やったね、メバルっぽいね、メバルですねひっくり返ってる、やっぱりメバルなんだ、上で当たってくるの。カメラ見せてあげてください、ルアーは、ルアーは SP75 なんだ、75いいね、今日調子いいね、よいしょ、はーい、もっと沖に行きましょう、はい、来た、あ、釣れるねナイスサイズ、お、さすが、さすが、ルアーはミネスピームで55だ、今度、なるほど、おお、いいサイズ、25ぐらいですね、釣れるねうん、僕今ボトムジギングやってるけど何も食わないもんそんな感じで、お、中髪の 50FSS でダイヤモンドだ、中髪の 50S ダイヤモンドだと、そのレンジが一番いいのかな、ほいいいサイズ、いいサイズ、このポイントは少しサイズが下がってるね、そうですね、うん、でも楽しいね、パンパン釣れるから、随分今までに比べれば随分ね、随分メバルプラッキングって感じ で、 そうですねよしよし頑張ろう、だいぶサイズ落ちましたけど、ルアーが合ってる人はボンボン釣れるなこれなのよ、これルアーが合わないとダメなのよね、え、シュガミノすごいな、さすがシュガミノだね、やっぱり連発してるよシュガミノ僕のパイロットルアーであり最終兵器のシュガミノ 50S
やっぱり釣れるわ、東北来ても。そうですね、ダイヤモンドダストすごい釣れる色ですね。釣れるね。でもこれで35が来たら針伸ばされるよ。よし。